はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、テーマリクエストです。説明会に行けていない際の願書の書き方です。それでは、西荻フレンドリースクール室長の近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、こちらは、とある動画の中に、コメントという形でリクエストいただきました。早速ご紹介させていただきたいと思います。ですね、アカウントが、花のアトリエクランツさん。関西にお住まいの方だそうです、リクエストありがとうございます。じゃあちょっと一部抜粋しつつ読んでいきましょうか。はじめまして、いつも拝聴させていただいております。具体例を用いてお話ししてくださりとてもわかりやすいです。お二人の掛け合いがとっても好きです。ありがとうございます。嬉しいですね。関西にお住まいの方ということでね、娘さんが、その国立小学校を急遽受験することになりましたということなんですけれども、あいにく学校説明会に参加できておりませんと。で、しかもオンラインの説明会もなくて、学校説明の動画のみホームページが公開されていたと。で、本は読んだんですけれども、その志願流のとこにどう書けばいいのかなと。例えば見学には行けなかったけれど本は読みましたとか、学校の教育講師の動画を見たというような情報はあえて入れない方がいいのでしょうかと。この一度も説明会、見学に行けていけないというのは不利なのでしょうかということですね。ありがとうございます。どうでしょう。まあこのね、やっぱりコロナの時代っていうのもあるから、はい、やっぱりオンラインの説明会もないし、動画ののみのホームページで公開されてるわけだし、学校も分かってる、で国立だし、そんなにあれじゃないと思うんですよ、重要じゃないと私は思うんです、ただその独特の教育方針であって本なども出てるっていうので、それについてはまあどこまで理解したかっていうこともあるんですけど、まあ、教育方針の動画だったり、それは絶対入れた方がいいと思います。こういうふうな本を読んで、こういうところに感銘を受けたとか、まあ、教育方針のね、こう動画も見せていただいてみたいな、それだけで十分言っただけの価値はあるので、その情報っていうのは必ず入れた方がいいと思います。なるほど。都内でもやっぱりよく見学の精神とか言って、まあ、あまりそう直接は関係ないにしても、やっぱりこの学校受けるんだったらこの本読んどいた方がいいとか、そういうのはこう購買率じゃないにもかかわらず絶対あるんですよ、はい、そうするとうちの場合はまあ、読んだものに関してはそれを読ませていただいたって書くところもあれば、読んだ内容の中がいかにも読んだことが分かるような部分を願書に入れたり、にじませるというか、そう、読んでとかとは言わず、文字の中にそれを感じさせると、読ませていただいてとかっていうことはまあ書かずに、読まなきゃわからないようなことみたいなものは足したりしてますね。なるほどね。うん、あれですね、その際にその気になった部分がまた外れにならないようにというのは十分気をつけないといけないというところでしょうね。そうですね、まあ、ただ本なども出してるっていうので、それを購入するっていうことは多分具体的なことが結構書いてあるんだと思うので、うまく拾ってでも別に読まなくてもいいのに本出してるからって買う人もいるんですよね、はい、それはあまり用ないかなっていう、それは歴代こうやってて、まあここはこれ読んどいた方がいいとかってやっぱりあるので、でもまあね、それって面白いんです。すぐ売り切れるんですよね。なんかね、アマゾンですごい高値になってるぞって話よく聞きますよね。だから結構うちなんかみんなが置いててくれるから、そうですね、それをみんなこう貸し出ししてたりするんですけどね。善意の図書館みたいになっちゃってますけどね。そう今この本誰持ってんだろうと思うぐらい見当たらなくなるんですけど。はい、そんなところでしょうかね。なので、まあ、あえて説明会には行けませんでしたとか、そのあたりは書かなくても、書く必要はないかな、だって、オンラインの説明会もあえてないんだから、で、わざわざ学校説明の動画のホームページって見えるわけですよ、誰でも。だから、そういうので十分じゃないかなと。そうですね。はい、あったのにね、昔のように、コロナの前のように、わざわざ、ね、やったにもかかわらず、それも2回も3回もやってんのに行かなかったっていうのはちょっとねあれだけど、オンラインでの説明会がないっていうことは結構大きいことなん で、むしろ私たちはこういうものを読みましたっていうことをやった方がアピールできるかもしれないですよね。学校側もね、説明会やってないにもかかわらず
かなり努力して知ろうとしてくれたんだなというふうに感じてくれるでしょうね。そうそうそうきっとね。と思います。はい。はい、ご質問ありがとうございました。よろしかったら今後も何でも聞いてみていただければと思います。はい。ね、願書に面接にお忙しいと思いますからね。何でも聞いてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは、面接特訓受付しております。まあ、いろいろな学校ありますけれどもね、どの学校の面接でも大体はじゃないな、対応できますので、ぜひご活用いただければと思います。過去にはね、遠方の地域とかでも練習したこともございます。ズームとか利用できますからね、よろしければぜひ、お問い合わせいただければと思います。西荻願書クリニックも受付しております。ちょっと、少々お待たせいたしちゃうこともあるかもしれませんけれども、順番にご案内しておりますので、何かございましたらご連絡ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。子育て関係に関するお悩み、小学校に関する質問何でも結構です。由美先生がお答えいたします。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。ということで本日も最後まで本当にありがとうございました。では、失礼いたします。